はい、じゃあそしたらポイントですね、お話ししていきます。まず足の音量です。できるだけビーターを戻すっていうのが一つですし、かかとを上げるっていうのも一つです。でそれで、踏んでいくと、かっこよく演奏できます。で続いて左手です。で今普通に叩いちゃうと音調整して今喋ってる声聞こえなくなっちゃうのでちょっとちっちゃめに叩きます。まあパッドの方叩きますね。で手首から上げてこう落としてあげると軽い力で大きな音が出せるんですね。なのでムチのような動きだったり、右手だとこうボールを投げるような動きにちょっと近いです。はい、それをこういう風に叩いてあげるっていう感じですね。でこう左手をこう上げてしまうと右手がぶつかってしまうので、右手も同時にこう上げていきます。で上げるんですが、同じスピードで今までのこのツッツッタッツのこの同じスピードで上げてしまうとツッツッタッツッツッツッタッツでちょっと間ができてしまうので、叩いた音を耳で聞いて調整します。そうするとツッツッタッツッツッタッツッ、そうすると自然とスピードがちょうどいいところに調整されると思うんですね。なので私も昔やったことあるんですけど、 0.1 秒ぐらい早く叩こうとかほぼ無理です機械ぐらいですかねそれは、はい、なんで耳に聞いた音で調整するっていう、なんで感覚でやっちゃった方がこれは抽象的な話なんですけどいいと思います。なんでそこがポイントですね。足の音量とスネアの音量をちょっと大きくするっていうのがポイントで、それに付随して右手を上げないとこうぶつかっちゃうので、右手を上げて、で右手を上げて両手をこう上げるとスピードが遅くなりがちなので耳で聞いて調整する、はい、その基本パターンができると、いいと思います。以上となります。